で、CC シリーズ、あの BK さん、BK の筋トレチャンネルに続いて、あの CC シリーズっていうのを始めて、あのチコチワワなんて CC シリーズにしたんですよね。で、2つとも動画、CC シリーズ忘れちゃいました。ということで、C、Can't Stop、やめられない。C、チョコレート。やめられないチョコレートです。あの昨日の夜、あの CBS っていうドラッグストアまで、ね、チョコを買いに行ったんですけど、バー2つで1ドルのセールがあったんで、で4ドル使って8個もチョコレートのバーを買っちゃったんですよね。でレジ前で買ったんで結構目立ってたと思います。ちょっと買うの恥ずかしかったですね。で昨日の夜ちょっと結構食べて、で今日も BK さんのライブ YouTube のやつ見させてもらいながら、その間に2個半ぐらい食べちゃったんで500キロカロリーぐらいかな、このぐらい食べたと思います。だからちょっととは焦ってますね。ちょっと早歩きで、最近運動もサボってたんで、こっちの方はサンクスギビングとかいろいろ行事があったんで、その間に食べ続けるんだけど、今ここ体重計がちょっと壊れてるのかな、あんまり動いてないんで、体重も測ってないのでちょっと心配ですね。これで走ってこれだとあんま話せないかな。そうだ、あれこのぐらいのケースでどのくらい持つかわかんないですね。この前は20分ぐらいは走れたんですけど、でも話しながらちょっときついかもしれない。というかまだ始めて3分経ってないんですけどね。最初ウォーミングアップでとりあえず少し歩いて、見せたいな。1時間20分歩きました。ストップにして5マイル、5マイルにカロリーが401で、時間が81分、1時間21分でした。300までやろうと思って、あのカロリー、あの消費で、YouTube で見たい動画とかをちょっと貯めといてチェックしといて、でこの運動した時に見ていいよってルールを自分で作ってるんで、ちょっともっといろいろ見たいなと思って長めに歩いて、あだったら300消費したんで400キロカロリーまでやろうって、ちょっとここもやりましたね。で最初の方に走ったら10分で膝が痛くなってしまったんで、最近よく痛くなるんですよね。でこんなにやってもまた次の日に痛みが残ると嫌なんで歩きにしました。こんな感じです。